今回はこれだけやっておけば芯にも当たり、飛距離も方向性も安定するとっておきの練習方法についてお話をしていきます。ぜひ最後までご覧ください。それではこのとっておきの練習方法とはこうします。左手の小指を立てます。これで打っていきます。この小指を立てて打っていくだけなのですが、小指をなぜ立てるといいか、小指を立てたまま連続素振りをやってください。そうするとこのクラブの感性っていうのがうまく働いてくれて、このクラブが振ってほしい動きを自然としてくれるんですね。クラブが振ってほしい動きとは何かっていうと、自然とクラブが包み込むように使われ、そしてフォローで立っていくんですが、こねるような動きをせずにフェースもスケアを保ちながらいい動きをしてくれる。それをこの小指を立てた連続素振りでやっていただくと非常に分かりやすいんですね。これがもし小指をつけて、そして力を入れすぎてやった場合に、クラブはうまく走ろうとせず、小指を握りしめてるとフォロースルーでもフェースが勝手に変えろうとしたり、自分の手の力でクラブをいい動きに無理やり持っていこうとしなきゃいけないので力が入りやすい、悪い動きがたくさん重なってしまいます。それがこの小指を立てた状態で連続素振りをすることで、うまく手首も腕も柔らかく使え、このクラブの設計を生かすような使い方ができるようになります。なのでまず最初にやっていただきたいのは、小指を外した状態で連続素振りをする。この時に注意していただきたいのは2つポイントがあって、1つは体の左サイドで触れていること、決して体の正面で手だけで返そうとするんじゃなくて、構えてた位置の腰の位置より左腰が後ろに引けるような動きから、手の位置は体の左側で触れていることを確認しながら、そして2つ目のポイントとして、フォロースルーでも握っていないことを常に確認しながら、振ったら戻して、振ったら戻して、このように素振りをたくさんやっていきましょう。この素振りでまず左手の小指がくっつかないことを確認しましたら、次はいろんな練習をやっていきます。今日はこれからいろんなクラブでいろんな球筋を打っていきますので、ぜひ参考にしてください。飛距離についてもユピテルという機械を使いながら、これぐらいの飛距離が今出てますよ、それはこんなスイングですよっていう見た目の楽さっていうのも知ってほしいんですね。どれだけ私が軽く楽に振っていてその飛距離が出てるか、実際に機械を使ってるのでごまかしは効きません。何を参考にしてほしいかっていうのは、こんなに軽くていいんだとか、あ、クラブってこういうふうに軽やかに早く振ってるんだっていうのを知って真似してほしいということなんですね。それでは行ってみます。それではまずサンドウェッジから行ってみます。サンドウェッジで小指を外した状態で、だいたい腰から腰ぐらい、キャリー15ヤードを目指して打っていきます。今のでだいたい15ヤードで、それに対して悪い動きをした場合、悪い動きというのはインパクトに向かってギュッと小指を強く握ってしまった場合、同じように振ろうとしててもフェースがこのように返る動きにつながってしまったりして、結果的に20ヤード飛んでしまったり、離してた小指をギュッと握ることでフェースがかぶってくるので、こねてしまって引っかかる原因になってくる。またひどい時なんかは小指をギュッと握って力が入ってしまうせいでトップボールになったり、
早く力が入ってしまうとアーリーリリースの原因になったり、いろんなミスが考えられます。まずは小指を離したまま触れてるかの確認をする。そして先ほどの連続素振りで振ったように体の左側でも触れてるかの確認をする。こういったことを繰り返しながらこの練習はどんどん進んでいきます。さて小指を離したままいろんな球を打っていきます。次はサンドウェッジで低い球、小指を離したままです。次はロブショット、ロブショットやバンカーショットなんかはこのようにクラブを持つときに小指を離してクラブを軽やかに振ってあげると簡単に打つことができます。逆を言うとクラブが軽やかに使えている状態でなければロブショットやバンカーショットっていうのは成功しない可能性が高くなってきます。現にバンカーが苦手とおっしゃっている方は力を入れて打とうとするあまりギュッと手首が固まってヘッドが走らず打とうとするので結果的にクラブヘッドが早く動かなくて砂を遠くに飛ばせない、砂をたくさん飛ばせなくてバンカーショットがうまくいかない方も多いです。不安ですがどれだけ力を抜きながらクラブを理想的に使っていくか、軽やかに使っていくか、ここを考えていただけるとあなたのショットの成功確率っていうのはどんどん上がってきます。次はキャリー50ヤードです。私はサンドウェッジのままで50ヤード打っていきますが、人によっては A に変えたり P に変えたりする方もいらっしゃると思います。ここからは飛距離を参考にしながらあなたの飛距離に合わせたクラブを選びながらぜひ真似して練習もしてみてください。もちろん小指を外したままいきます。同じように70ヤードも行ってみます。少しだけクラブをキュッと早く振っていくことをイメージして、次は100ヤードを打ってみます。100ヤードは私は52度に変えました。同じように小指は立てたままいきますよ。それでは次は120ヤードです。私はピッチングでいきます。次は150ヤードですね。150ヤード、この辺りぐらいからはかなりやっぱり力が入ってしまって小指をギュッとしてしまったりする方も多いと思います。そうなってくると今左手をギュッと握ったまま打ってみたのですが、ここまでヘッドスピードも飛距離も落ちるんですよね。それが小指を外して軽やかに振ってあげた方がどれだけクラブが走らないことが非効率的か、こういったことでご理解いただけるかと思います。それでは23度の UTT でもやってみます。5番ウッド、長いクラブになってくるとどうしても小指を持ちたくなりますが、小指を持たなくてもいい程度で軽く振っていきましょう。それでは最後にドライバーです。まず小指をしっかり握った状態、どちらかというとちょっと力を入れて握った状態です。それで結構一生懸命振ってみます。まあまあいい当たりしたかなとは思います。さてそれが小指を離した状態とどこまで差がつくか、今のでだいたいヘッドスピード 46.2 のこっちの方もうまく当たってミート率も高かったので飛距離はこっちの方が出ましたね。というように小指をしっかり握った時と離した時でドライバーのヘッドスピードの差っていうのはそこまで変わりませんでした。ポイントというのが小指を離しているおかげで私の感覚としてはめちゃめちゃ軽く振らざるを得ないんですね。こんだけ力が入ってないのに力いっぱい握って振った時とまあまあ両者いい当たりしたんですけど、ヘッドスピードの差はないっていうのはすごく大きなポイントなんですよ。ってことはまだ力を入れてないので
もう少し欲張って力を入れたら早く振ろうとしたらもうちょっといけるよっていうのがこの小指を離すぐらいの感じ、力感が重要と、その時のクラブの使い方がいいよということなんですよね。実際に小指離した方がヘッドスピードの差はほとんどなかったですけれども、飛距離の差が少し出ていた、ここも結構ポイントですよね。あくまでこういう計測器はメーカーによって少しずつ差が出たりします。なのであくまで参考に使っていますので、ぜひあなたも参考にしていただきたいなと思います。というわけで今日はクラブをうまく使うために小指を離して練習をする方法についてお話をしてきました。実際に今日は実演しながらデータも見てもらってやったんですけれども、あなたもぜひ一度試してみてください。私はいい意味で何歳になっても何歳の人でもゴルフができる、そういったスイングをご提案しています。これからゴルフを始める若者のあなたも、60、70になってもまだまだゴルフが上手くなりたいあなたも、参考になる動画をたくさん作っていこうと思います。ぜひチャンネル登録をしてこれからの動画も見てください。それではまた。